え、マジでこれだけ？マジか。はい、皆さんおはようございます。ただいまの時刻は6時です。海岸にですね、ギターをねずっと練習してる人がいるんですよ。寝れませんでした。それでは今日の目的地行ってみたいと思います。皆さんおはようございます。今日はですね、佐渡島2日目になります。私は今、トキの森公園に来ています。こちらにはですね、自然のトキが生息してるらしいんですよ。今はですね6時半なんですけど、どうなんだろう、いるのかな。ちょっと行ってみます。こちらの公園には自然のトキではなくて飼育されてるトキがいるようです。ちなみに6時半だったのでまだ施設はオープンしていなかったですね。近くを歩いているとトキがいたと思ったらこちら置物でした。朝食を食べにこちらの島風美に行ってきました。こちらは最高のロケーションとおしゃれなテラスで SNS でとっても人気になっているようです。佐渡の食材を生かしたヘルシーな料理を堪能できるベーカリーレストランになります。宿泊することもできるようですね。今回私はこちらで朝食にホットドッグと牛乳をいただきました。とっても美味しかったです。まあ、これぐらいの量ならあっという間ですね。朝食を食べた後にお風呂に入りに行きました。こちらはなんと天然温泉でしたね。運よく一番風呂に入ることができたので、お風呂も少しだけご紹介させていただきます。こちらの温泉とっても気持ちよかったですね。昨日の疲れが吹っ飛びました。今お風呂上がってきました。いや、すっきりしましたね。気持ちよかったです。それではですね、これから、旧相川高知署というところに行ってみたいと思います。はい、到着しました。こちらがですね、旧相川高知署っていうところですね。こちらは佐渡金山のすぐ近くにあるんですよ。まあ、なのでやっぱりそう考えると、まあ、昔悪いことした人がここに入って佐渡金山で働いてたのかなっていう気がしますけどね。これ入れんのかな。あ、一応入れるみたいだね。これあれなんだね、鍵が閉まってて勝手にどうぞみたいな感じなんだね。上もかかってるわ。上も外して、こちらが待合室ですね。で、すぐ隣に面会室があります。所長室があります。まあ、中は何もないんですね。意外になんかちっちゃいかなっていう気がしますね。で、ここは炊事場ですね。こういう感じで作られたんですね。かまどなんだ。で、こちらが、まあ、各部屋っていうのかな。6畳か7畳ぐらいの部屋かな。何人部屋なんだろう。3人か4人ぐらいかな。もうすげえな、もうこんな感じなんだ。ここは1人部屋かな。で、こちらが入浴場のようです。今はですね、お昼なので、
せっかく佐渡島に来ているので、佐渡の名物を食べに行きたいと思います。長三郎寿司っていうお店ですね。こちらで、ブリカツを食べたいと思います。佐渡はブリが有名なんですよ。寒ブリは特に脂が乗って美味しいんです。でそれを油で揚げてカツ丼みたいにしてるブリカツっていうのが結構どこでもやってるんですね。でその中でこちらの長三郎さんは結構有名なお店なので行ってみたいと思います。お寿司屋さんなんですけれども、ラーメンもとっても美味しいということだったので、次回は寿司とラーメンセットを食べてみたいと思っています。待ってる間にゲームをしていたんですけれども、すぐに出てきましたね。はい、いただきます。サクサクした衣に甘だれが絡んで、柔らかいブリがとっても美味しかったです。はい、今はですね、時の森公園というところに来ました。実はこちら朝も来たんですけど、朝6時ぐらいでやってなかったんですよ。なので今お昼ご飯を食べてやってきました。トキ見に行きましょう。トキはですね、絶滅危惧種に指定されていて、なかなか見れないんですよ。たまになんか佐渡にいると野生のトキもいるらしいんですけどね。今回私が旅をしている間、野生のトキは見ることはできませんでした。なので、まあ、飼育されているトキを見に行きたいと思います。こちらは黒トキのようですね。顔が黒いんですね。なんかこういうのもいいね。こちらにね、なんかフラミンゴみたいなね、トキがいるんですよ。これもトキの一種のようですね。なんか普通のトキより綺麗だね。いるけどめっちゃ遠いね。え、マジでこれだけ？マジか。はい、今ですね、トキの森公園に来ているんですけれども、正直ね、がっかりですね。もっとトキ見れるのかなと思ったし、近くで見れるのかなと思ったんですけど、めっちゃ遠い、動かないトキが2匹。ちょっとですね、今地図見たらなんかね、もうちょっとねトキいるみたい。なんとかゲージっていうのが私見てないところが一つあったので、そこに一回ちょっともう一回戻りたいと思います。見れたらいいね。いましたね、トキたくさんいます。ただ遠い、遠くて多分見えないんじゃないかな。ほらいるんですよ、いることにはいるんですよ。ただめっちゃ遠い。佐渡観光はこれで終了になります。最後までご視聴ありがとうございました。できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。